リンゴを色紙にトレースするのにコンパスとスケールを使いました。最初にスケールで横と縦の曲線を引いておきます。色紙にも同様の曲線を引きます。あとはコンパスを使って基線からサイズを測り取って色紙にトレースをしていきます。早送りで分かりにくかったと思います。赤い矢印がコンパスでトレースした跡です。コンパスの跡をたどって鉛筆でリングの形を描いていきます。リンゴのヘタの位置もコンパスで決めます。練り消しゴムでいらない線を消していきます。色鉛筆は黄色と赤色系、そして紺色を使いました。色付けをする前に練り消しゴムでスケッチの線を薄くしておきます。はじめに下地に黄色を塗ります。ハイライトの部分は色紙の白地を残しておきます。色紙を回転させると描きやすくなります。
次に赤色で重ね塗りをします。リンゴの形に沿うように塗っていきます。リンゴのツヤ感が出るように何度も重ね塗りをします。影になる部分は紺色を使います。リンゴの軸の部分は黄色に紺色を重ねます。リンゴの影は赤色と紺色を薄く塗ります。最後にダイソーで購入したかぎ針と消しゴムを使って名前スタンプにしてみました。最後までご視聴ありがとうございました。